こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の画題は水栽培で有名なこの植物です。ヒアシンスです。今映ってますのはね、私がお世話になってますつくば市にあります近津神社のね、花壇ですけれども、ここのヒアシンスね、いろんな色ありますね。私のね、記憶ですと、子供の頃のヒアシンスってもうちょっと花が小さくてたくさんついて、そしてなんか背も高かったんじゃないかなっていう、おぼろげな記憶あります、ね、今見ていただいてますのはちょっとコロッとしてますよね。背も低い感じかな。はい、ヒアシンスですね、葉っぱの先がね、あんまりとんがってないんですよね。ちょっと丸っこい、その辺もね、注意しながら描いていきたいと思います。材料のご紹介です。筆は中筆1本に小筆1本、紙は画仙紙梅という製品です。F45 サイズですので、だいたい半紙の大きさです。絵の具はですね、今回紫の花を描きますので、ホルベイン W175 ブライトバイオレット、そして静木をよく吸って濃木状態にしておきます。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のある時に20番の動画をご覧ください。最初に中木を作っておきます。小皿に筆で水を取り、濃木もちょんと入れて薄めておきます。これが中木です。もう一つの小皿には紫色の絵の具をですね、縁の方にお米の大きさね、米粒ぐらい出しておきます。縁の方に出してください。はい、小筆でまず花いきます。小筆に水をつけて絵の具をよく溶きます。薄いね、紫色の色水を作って含ませます。そして先端にドロッとしたこの濃いのね、先端だけが濃いんですね。これで小さな花をたくさん描いてね、ヒアシンスの花の塊を作りたいと思います。場所はですね、最初の1個目がですね、中央より少し左寄り、割と高い目、上の方に描いてます。今回ヒアシンスね、花3つ描きたいと思います。3つっていうか3塊ですね。でこれが1個目ということですね。花一つ一つは小さいんですけれども、ユリに似た形をしてます。花弁がそっくり返っていて、でそして花弁の数は6枚ですね。6枚1組の小さな花が集まってる、まあ、ただね、まあ、6枚正確にはもうね、はっきり言って書いてないですね。雰囲気で人手みたいなやつをたくさん書くわけですね。はい、横の方はね、横向きのラッパのような花です。まあ、ヒアシンスのね、塊、花の塊、ご存知のように、なんていうんですかね、円筒状っていうか、ソフトクリーム状っていうんですかね、縦長になってますよね。ですから中心部の花は、まあ、正面を向いてるわけですので、まあ、人手のようなね、形ですけども、この縁の部分はですね、横向きの花になるんですね。今もこう横向きですけども、横向きのやつはね、花びら6枚全部見えるんじゃなくて、シュッシュッとひげがね、横から出てるような感じで描いてください。はい、2個目はね、少し離れた右側、高さを下げてます。同じ高さにしないでください。そしてね、塊描いてます。今回ね、まあ、取材して写真も撮ってきたんですけども、それよりも細かい花、私の記憶の中にある、なんていうんですかね、昔のヒアシンスっていうんですかね、昔だから小さいっていうわけじゃないかもしれませんけど、私の記憶の中にある細かい花でね、そして少しのっぽのね、背の高いヒアシンス描いてます。ですからもう見ないでね、記憶を頼りに描いてる感じです。はい、2つのね、ヒアシンスのね、花の塊、同じ形にしないでくださいね。左がちょっと細め、右が少し太めにしてます。そして最後3つ目描いてますが、これは第1番の花のすぐ脇、ね、そして高さ的に言うと第2番の花よりも下っていう感じで、でちょっと隣接させてね、一部こう重なっちゃってるように描いてます。はい、今度小筆、水で洗って片面に濃墨つけ、茎ですね、かけ、上からグッと、これ太めに描いてください。
ね、しっかりとした太さ で間にちょんちょんちょんと茎が、少しだけ見えてる、ね、こちらもちょっとぐんと描いて、で間にもちょんちょんと入れます。はい、今度中筆に持ち替えて葉っぱいきますね。水で一回きれいに洗って、はい、で布巾で水気ポンポンと取って、中木半分つけ、先端の大木です。これで下からグッ、ね、先ほどの茎よりは太くね。そして先端をあまり今回ね尖らせないで、ちょっと止めるようにしてます。存在感出すためにちょっと止めて、丸みのある先端のヒヤシンス、まあ、ちょっと調べましたらね、この葉っぱもいろんな品種がありますね。尖ってる、ね、ものもあれば丸くなってるものもある、まあ、今回ちょっと丸めた感じ、あんまりねあやめのようにスーッと伸びてるんではなくて、スーッと止まって、どちらかというとあの日本水仙にね近いような葉っぱにしてます。はい、ちょっと力強く荒っぽく描いて、花の部分の繊細さとねちょっと対照をなすようにしてます。ちょっと墨も強めにして総書体で描いてますね。はい、ここまでね、墨描いて、最後また花でね形調整したいと思います。茎の向こう側にある花なんかをねちょっと描いて、あのリアリティをね出します。茎の向こう横からちょっとね覗いてる感じです。まあ、3つ描けばねバランス良くなると思いますんで、構成はこれでねいいとします。署名して落款してヒヤシンスの完成です。ワンポイントアドバイスです。花は繊細に、葉は荒々しく描くのも面白いです。はい、ヒヤシンスのね水墨が出来上がりました。最初ね、花をちょっとちまちま綺麗に描いたらですね、なんか背中がムズムズして、急に下の葉っぱね荒々しく描いてみたくなってね、勢いつけて描いてしまいました。やっぱりね水墨画ってこういう草書体、文字通り草書体のようにねガサガサっと描く面白みっていうのもねありますんで、まあ、全体的にね、きれいきれいに描くよりもどっかにね荒々しいところね、入れてみたらその方が面白いんじゃないかなと思います。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方はいいねのクリックタップよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。